どうも、ルックンです。2024年10月13日日曜日、時間午前9時半頃です。高倉天皇、高倉天皇の後の三笹、後の静観寺の三笹がやってきました。こちら参道になってるんですが、場所はですね、参道の場所は五条通り、五条通り1号線の東山トンネルの西側入り口になってます。五条通りに面してます。かつてはおそらく旧道からずっとこう参道がついてたと思われます。天智天皇の御捧もこちらに案内板あります。参道になってます。編勝僧正お墓の参道にもなってます。六条天皇静観寺の御捧と高倉天皇の後の静観寺の御捧という、2つの御陵があるということで、今回はですね、高倉天皇の後の静観寺の御捧の方をお参りいきたいと思います。ずっとこう山のですね、中腹にありまして、この静観寺ですね、高倉天皇にまつわるそういったお寺になっています。こちらをですね、山の中腹をと上の方まで上がってみたいと思います。前回行った時はですね、高倉天皇の後の静観寺の御捧も土砂崩れが起きてまして、結構大変な状況になってまして、それが2年ほど前ですね、ちょうどコロナ禍の最中なんですが、2年ほど前に、行きました。また再びですね、訪れてきました。あちらに山が見えてますが、あの山の中腹ですね、その辺りに御捧があります。後の静観寺の御捧です。やっぱりですね、この12月に入って、非常にこう天気が安定しまして、こういった青空がずっとこう広がっている状態になっています。それと気温がですね、過ごしやすい気温になりまして、この10月入ってからですね、10月入ってしばらくはちょっとこう暑い日が続いたんですけども、過ごしやすくなりました。こちらに案内板があります。六条天皇の御陵と高倉天皇の御陵ということで、こちら左手の方行きますと清水寺なんですが、この上の参道を行ってみたいと思います。非常にですね、外国人の方多いです。清水寺からの続きで外国人の方がこの静観寺を訪れるといった感じになってます。そういった感じで、非常にこう訪れる方多いですね。以前はですね、そんなに訪れる方ですねいなかったんですけども、非常にこう多くの方が訪れるようになってます。こちらに案内板がありまして、六条天皇の御捧と高倉天皇の御捧の参道になってます。案内板があります。非常にこう外国人の方多いです。日本人の方ほとんどおそらくお見受けしないような、そんな感じですね。こちらに案内板あります。静観寺の案内板があります。静観寺天府になってます。高倉天皇にまつわるですね、いろんなエピソードなりがありますので、また
落ち着いた場所でですね、紹介してみたいと思います。ちょっとこう坂道が続くのでもう息も絶え絶えなんですが、ちょっとこう最近の、運動不足を象徴しているような感じで息も絶え絶え、まあ、ただですね、まあ私事ではあるんですが、血圧がですね非常に安定しまして、若い頃の血圧にほぼ戻ってきたといった感じになってます。まあ先生とですね、病院の先生といろいろこう相談してみた結果ですね、この血圧が下がった原因というのは非常にですね、体重に関係しているということですね。なぜこう血圧が体重に関係しているかというと、まあ、私ですね一時ですね、まあ、若い頃の通常体重に比べて、17キロほどこう太ってる状態で、それは、まあ、64キロ本来が一番こう適正な体重なんですが、まあ、17キロというか18キロですね、82キロまで太ってしまいまして、まあ、それがですね、まあ、原因で、逆流性の胃酸食道炎になったんですが、その体重が18キロオーバーしたことによってどういった現象が起きたかというと、血管がですね非常にこう圧迫されたと、内臓脂肪によって血管が圧迫されたということで非常にこう血圧が上がりまして、まあ、150台なんかすると160台まで血圧が上がってまして、まあ、それがですね、まあ、現在体重65キロなんですが、もうあと1キロで一番適正な若い頃の体重になってるんですが、まあ、65キロぐらいでいいかなという感じなんですけども、そういった状況になってます。まあ、それもまた後ほど詳しく言いますが、こちらですね、六条天皇の生還寺の御捧と高倉天皇の後の生還寺の御捧になってます。こちらですね、まあ、合祀されている形なんですが、六条天皇の手前の生還寺の御捧が先にお祀りされられて、その後にですね、高倉天皇の後の生還寺の御捧がお祀りされたといった形になっています。後の生還寺の御捧が多分この奥、こちらの奥、もう少し山の中腹になっていると思います。こちらですね、生還寺のちょっとこう登りますと大体その感じが見えてきますので、そういった感じでやってみたいと思います。ちょっと一旦切ります。こちらがですね、おそらく六条天皇の生還寺の御捧になっていると思います。それと高倉天皇の後の生還寺の御捧、まあ、今回本日お参り行きました高倉天皇の後の生還寺の御捧はこちらの山の奥中腹になっていると思います。まあ、後ということで、後からまあ作られたということになってますけども、前回はですねこの左手の崖がですね結構崩れてまして修復中になってました。まあ、かなりも安定した状態になっているようなそんな感じになってます。かつては上までですね、お参り行けたとは思うんですが、残念ながらちょっとこう今は行けません。ちょっと一旦切ります。こちらがですねすぐ生還寺の入り口になってます。六条天皇の生還寺の御捧と高倉天皇の後の生還寺の御捧のすぐ隣になります。ちょっとお参りを行きたいと思うんですが、詳しく説明されている方がですね先にちょっとお参り行かれてますので、もうちょっとこう間を置いていきたいんですが、どうでしょうね。この上に登るとちょっと見えてきましたかね。高倉天皇の後の生還寺の御捧、もうちょっと上に
登ってみたいと思います。こちらがですね、聖観寺のお寺になってます。あ、かなり見えてきてはいますが、あ、ちょっとまだ見にくい状況ですね。本当はですね、こちらの上からずっとこう参拝できるようなそんな形になってたように思います。ちょっと木が生い茂ってまして、なかなか見づらい状況にはなってますが、どちらで、紹介したらいいのかっていうのはちょっとこうまだ決めかねている状態です。こちらの聖観寺ですね、まあ、係の方はいらっしゃらずに、拝観料100円こちらに入れてくださいといった、まあ、そういった形式になってます。まあ、こちらから本来参道があるんですが、こちら参道もですね閉ざされてまして、残念ながらちょっとこう参道行ける状態にありませんし、高倉天皇の後の聖観寺の御捧げもこちらからも全く見えない状況ですね。木々に覆われてまして、ということで、一旦降りましょうかね。こちらからちょっとなかなか見ることはできないので難しい状況です。で、今ですね、詳しい方がちょっとこう中に入られてますので、ちょっと間を置きます。どうも、ルックンです。2024年10月13日日曜日、時間午前10時10時頃です。高倉天皇第80代高倉天皇の後の聖観寺の御捧げやってきました非常にですね、外国人の方が多い状況で、なかなかこう取材難しい状況なんですが中にはこう日本人のですね、非常に歴史に詳しい方もお参り来られてますのでなかなか難しい。ちょっと一回切ります。はい、お待たせしました。第80代高倉天皇、第80代高倉天皇は1161年から1181年、ただ21歳までしか生きられてない天皇ですね。在位がですね、1168年8歳の時から1180年21歳まで13年間在位されています。諱名は憲人、憲法の憲と書いて仁義の仁で憲人親王です。第77代後白河天皇の第7皇子、非常にですね後白河天皇の巫女をたくさん生まれてまして、第七巫女になってます。お母さんは皇太后の平の実子茂子さん、1142年から1176年、35歳まで生きられてます。第77代後白河天皇の女房で第80代高倉天皇の聖母になってます。平重子、自死重子さんの隠語は研修門院、よく聞かれる門院の名前ですね。研修門院、研修門院。先代天皇は79代六条天皇、甥の79代六条天皇、兄の78代二条天皇の第二皇子になってます。
そして次代天皇は子供の第一王子第一皇子の第81代安徳天皇になってます。1178年から1185年、8歳まで生きられてます。在位は1180年、なんと3歳の時から1185年、8歳まで5年間。意味だは時人、言葉の言に、仁義の仁、時人神のですね。系図をいろいろ見てみますと、まあ、始まりが、まあ、第77代後白河天皇、おじいさんにあたる方なんです。おじいさんじゃない、お父さんですね。お父さんにあたる方で、二条天皇、その子供に二条天皇、第78代二条天皇と、それから持人王という方がいらっしゃいます。そして第80代高倉天皇と、内親王に両氏明子内親王、隠父門院と呼ばれてます。職氏内親王、職氏式氏内親王、近氏内親王、火曜門院のこの3名の方です。先代の六条天皇は第8代高倉天皇のお兄さんの第78代二条天皇の、まあ、息子さんになってます。そして第79代六条天皇の方はもう子供がいらっしゃらずに、こちらで、終わってます。二条天皇系はこちらで終わってます。あと高倉天皇系がずっと今の系統に引き継がれているということになってます。あと略歴としてですね、第80代高倉天皇のお母さん、次子重子は平清盛、ちなみに平清盛は1118年から1181年、64歳まで、まあ、伊勢平氏、伊勢平氏、桓武平氏からずっとこう枝分かれした伊勢平氏の嫡男で、平氏の棟梁になられた方ですね、の妻になってます。次子重子の平時子の妹、平清盛の奥さんの平時子の妹になってますね。次子重子ですね。したがって平清盛の娘、次子重子は娘さんになってます。政界の実力者平清盛の義理の姪にあたります。それに加えて当時政治方針をめぐって対立した第78代二条天皇によって院政停止状態に置かれていた第77代後白河天皇、後白河上皇の不満から、まだ皇子のなかった第78代二条天皇の後継に擁立されて、擁立とは、まあ、支持して位につかせることですね、する動きがあり、第80代高倉天皇誕生直後の1161年9月、王子の平時忠、1130年から1189年、60歳と清盛の弟の平時憲盛、1128年から1185年、38歳は二条天皇により開館されています。この当時平の次子重子、まあ、次子重子は先ほど言いましたけども、第77代後白河天皇の女房で、第80代高倉天皇の生母にあたります。隠語は謙春門院は、身分が低かったために1163年に清盛の娘で近衛元実、宇治原北家の
近衛家の祖御設計の一つの近衛元真の妻、平の正氏森子、ちなみに正氏森子は1156年から1179年24歳まで、父は平の清盛の有志、まあ養子のような感じですね。実の親子ではないが、二者が親子関係を結んだ時の子供ということですね。この姓は変わらず、官僚親が一種の後見人として役割を果たす場合が多いという有志、まあ、養子のような形になっているなど、早くから平家と密接な関係を結んだということになっています。1165年7月、憲人、後の第80代、憲人の漢字はですね、憲法の憲に仁義の仁、憲人と読みます。後の第80代高倉天皇5歳の時、78代二条天皇が23歳で崩御されて、79代六条天皇、78代二条天皇の子で、六条天皇は78代二条天皇の子で、第80代高倉天皇から見て甥にあたりますね。の3歳年上にもかかわらず、まあ、高倉天皇の方はですね、3歳年上だったんですが、1166年10月、憲人、親王は皇太子に立てられたと。2年後の1168年2月、第79代六条天皇がわずか5歳、満でいう3歳ですね、で退位されたということですね。もう天皇も退位されたということです。まあ歴代天皇の中で、即位2歳、退位が3歳、5歳ですね、という天皇はもう最年少天皇になってます。退位させて、憲人親王、後の第80代高倉天皇が8歳で天皇として即位されたと。政務は父の第77代後白河上皇が院政を敷いていたと。1172年12歳の時、平の清盛と時以降の娘平の徳子憲子、1155年から1214年60歳まで生きられています。第80代高倉天皇の皇后になられている方です。院号は建礼門院、よく聞きますね、建礼門院よく聞きます。で、京都御苑御所の南側の門が建礼門になっています。は子供が、まあ、第81代安徳天皇になっています。あの悲劇の、まあ、天皇なんですが、平の徳子が入内の時18歳です、18歳でした。を中宮に迎えましたと。1178年11月、第80代高倉天皇18歳の時、徳子憲子24歳、なんと6歳年上だったんですね。平の徳子憲子の三男は6歳年上だったんですけども、高倉天皇18歳、徳子憲子さんが24歳の時に、時人、後の第81代安徳天皇、時人というのは難しい字で、言語の言、言葉に仁義の仁、時人と書き読みます。後の第81代安徳天皇、1178年から1185年8歳、まで生きられてます。在位が、1180年3歳から、1185年8歳、5年間歴代天皇の中で最も若くして崩御した天皇と言われています。まあ、そして安徳天皇、第81代息子さんの安徳天皇は戦乱で落命したことが記録されている歴代唯一の天皇になっています。
安徳天皇が誕生し、同年12月には巫女の時人を早々に皇太子としたと。同年ですからもう生まれてすぐですね、はい、生まれてすぐ、ま、時人親の安徳天皇、後の安徳天皇を早々に皇太子としましたと。翌1179年11月、80代高倉天皇19歳の時、父77代後白河上皇と舅にあたる方ですね、舅とは夫または妻の父で、この場合第80代高倉天皇の場合は妻中宮徳子典子の父にあたりますと。平清盛との政治的対立が深まって、治承3年、の政変、治承3年の政変に今発展してしまったと。1179年、この治承3年の政変というのは1179年11月から平清盛が軍勢を率いて、京都を制圧したと。第77代後白河上皇を、停止の院政を停止させた、そういった事件になっています。によって第77代後白河上皇は院政を停止させられて、幽閉されたと。幽閉というのは一つの部屋に閉じ込めて外に出られないようにすることという形を幽閉になっています状態に置かれると、第80代高倉天皇当時は19歳、自ら政務を取りましたと。まあ、19歳になった高倉天皇ですので、まあ、自ら政務を取ったということになっています。1180年2月、平清盛の孫にあたる81代安徳天皇、まあ安徳天皇から見ると平清盛は、まあ、おじいちゃんにあたるわけですが、に上位したと。第80代高倉上皇、20歳でなんと上皇になられてるんですね。まあ、当時はもうその短命だったということで、もう次から次へ早く早くこう歴史を動かせてたといった、そういった状況になってます。院政を開始しようとしたんですが、がですね、間もなく病に倒れてしまって、21歳で高倉天皇、第80代高倉天皇は崩御してしまったということです。皇妃に、皇嗣女の皇妃と皇嗣女に中宮平徳子典子、1155年から1214年60歳まで生きる。父は平清盛で、母は平時子、その子供に第一皇子時仁親王がいらっしゃって、1178年から1185年、8歳、後の安徳天皇、第81代安徳天皇になられています。その他多数皇嗣女いらっしゃいました。在中の元号はですね、仁南、仁義の仁、安井と書いて仁南年間、1166年から1169年、4年間、花王年間、花王ですね加えるですね、加えて答える花王年間、1169年から1171年、3年間、上安年間、1171年から1175年、5年間、安元年間、1175年から1177年、3年間と。治承年間、1177年から1181年、5年間、となってます。三笹は今いる京都市東山区の聖観寺、聖観寺歌の中山町にある後の聖観寺の三笹。こちらのですね、
手前の第79代六条天皇の生還寺の御捧ぎの奥、もう少し山の中腹にある御捧ぎが後の生還寺の御捧ぎになっています。形式は宝球になっています。ちなみにですね、この隣にある生還寺の方の紹介もこちらでしときましょうか。生還寺、新御宗、現在新御宗の智壇派智釈院ですね、東山七条にあります智釈院が本座になっています。智壇派の寺院になっています。平家物語の中で秘伝で知られる第80代高倉天皇と古豪の坪根、古豪の坪根という方は藤原の道則、後新勢という出家されてお坊さんになられてますが、新勢の孫で第80代高倉天皇の後宮、後宮というのは天皇の奥さんなんですが、あまりこう中宮ないし女房に対してあまりこう位が高くないといったこう感じの奥さんになられています。高級で互いまがれな美貌の琴の名士だったんですね。皇后の坪根、はじめ藤原の高房、権大納言の藤原の高房の愛人だったんですが、第80代高倉天皇に見初められて寵愛されたと。長期寵愛される姫、長期お気に入りの太上女官となりましたと。しかし中宮平野の徳子の子が父、平野徳子の子は父は平野清盛、母は平野時子と権力門院のその父で平野高房の舅でもあった平野清盛の怒りに触れて、1177年12月に第二皇子皇女の藩士の子を内親王、藩士の子内親王は1177年から1210年34歳まで亡門院という院号ですを出産した後、この生還寺で出家させられたと。二人の一人だけですね、内親王を生まれたということですね。藩士の子内親王、出産した後この生還寺で出家させられたと。1205年に藤原定家左大家によ、定家左大家ですね、1162年から1241年、なんと定家、藤原定家は80歳まで生きられてますが、佐賀で古豪の坪根の病床を見舞った記録は残っている。古豪の坪根ですね、だいぶ向こうの佐賀のここからですね、7、8キロ離れてますかね、西へ7、8キロ離れたところ、佐賀の古豪の坪根の病床を見舞った記録は残っているが、その後の消息は不明になっていると。1181年1月、第80代高倉天皇崩御の夜、遺書、天皇の遺言によって、遺書というのは天皇の遺言ということですけど、遺書によって、生還寺法華堂に放送、死者を捧げるという、この場所、生還寺の法華堂によって、死者を捧げる、放送されたと。領域内には法華堂の基盤とみられる墳丘と古豪の坪根の墓と伝わる法華院と宝塔供養塔などを使われる仏塔の一種で、石像の品が多いがあるということで、これからですね、この後こちらの隣にあります生還寺、お参り行きたいと思います。それでは一旦切ります。
野村くんです。2024年10月13日時間午前10時頃になってます。高倉天皇後の聖観寺の御捧げやってきてます。これからですね、この隣にあります聖観寺にお参り行きたいと思ってます。こちらの六条天皇の聖観寺御捧げの奥にあるのが高倉天皇後の聖観寺の御捧げになってます。非常にですね、外国の方ですね、お参り非常に多くなってます。たくさんの外国の方がお参りを来られてます。というのは多分ですね、まあ、想像するに、清水寺からの流れでこうずっと来られてる、まあ、SNS でおそらくですね、こういろいろですね、拡散されて、紹介されてるのかなと、そういった感じになってます。こちらが聖観寺になってます。非常にですね、山の中腹になりまして、まあ、アップダウン結構きつい、です。それとちょうど、まあ、こちらがですね、参道の入り口になってるはずなんですけども、もう完全に閉ざされてます。残念ながらこちらからもし、お参りが行けたらですね、六条天皇の高倉天皇の参道もお参り行けるはずなんですが、ちょっと残念ながらですね、鍵がかかっちゃってます。お参り行くことは不可能。まあ多分ですね、急斜面で危険だということで、そういった鍵で閉ざされているのかと思います。まあ、もうまたもう一度ですね、平日に来まして、まあ、今日日曜日なんですけども、平日に来まして、もし万が一空いてたらまたご紹介したいと思いますが、まあ、おそらく平日来ても参拝はできないのかなといった、そういった感じになってます。こちらですね、こちらが一番よく見えるところですね。ちょっと一旦切ります。そうですね、こちらの聖観寺歌の中山聖観寺となってます。まあ、こちらにですね、まあ、篠金ボックス、篠料を納めるボックスというのがありまして、まあ、100円100円で、まあ、賽銭箱という形で入れて、お参り行きたいと思います。こちらのですね、五輪塔が法印経塔になってますが、皇后の局の五輪塔になってると思われます。
それとまあ細くなるんですが、ちょっと読みづらい、ちょっと一回アップにしてみます。ちょっと逆光になってまして、でかなりこけむしてますので、読みづらい形になってますが、まあ陽極小骨つぼ小号と聖寛寺という形で、紹介されてます。歌の中山聖寛寺と言われるこの寺は真言宗智山派に属し、延暦21年802年昭慶法師の創建によるものですが、古典平家物語に書かれた古号の局が平清盛のため尼にさせられたことをさせられたところと言われます。古号の局、ちょっと読めないですね、の愛を受けました。これも読めない。娘だったため、佐賀に身を隠したのは有名で、これらをもとに作られたのが陽極古号です。しかし帝の心、帝とは、まあ、高倉天皇、第80代高倉天皇のことなんですが、帝の心は、読めないですね。私が死んだら古号のいる聖寛寺へ、葬ってくれと遺言されたということですね。亡くなられたので、このお寺に埋葬されたと言われてますと。寺の背後の 山中に、御陵があり、傍らに古号の墓があり、またこの内裏にある宝鏡院塔は供養塔だと言われていますと。三号の歌の中山は清水寺から聖寛寺に至る山道を言いますということですね。いただきます。こちらにですね、ちょっと行ったところに詳しい駒札がありますので、そちらちょっと読んでみたいと思います。非常にですね、杉よけが綺麗なそういう状態になってます。まあ、訪れられる方ほぼ外国人の方がほとんどです。おそらく、まあ、清水寺との、そういう流れの中で参拝に来られてるのかなといった感じですね。ちょっと聖寛寺について、ありますので読んでみたいと思います。聖寛寺、歌の中山と合する真言宗智山派の寺、ここから清水寺の山道はかつては歌の中山と呼ばれる名所で、桜や紅葉の美しさから数多くの歌が生まれましたと。延暦21年、802年に天台宗の寺として、比叡山の長慶法師によって、創建されたと。一条天皇の時代、986年から1011年に勅願寺となりました。平家物語の辞典で知られる高倉天皇と古号の局の怒りの寺で、平清盛の娘を中宮とする高倉天皇に寵愛されたために、清盛の怒りに触れた古号の局は宮中を追われてこの寺で出家させられたと伝えられていますと。天皇は深く心を痛め、自分が死んだら局のいるこの寺に祀るように葬るように遺言を残して、21歳の若さでこの世を去ったと言われています。背後の山に六条天皇と高倉天皇の御捧があり、高倉天皇の御捧の傍らには天皇の死後生涯にわたって菩提を伴ったといわれる局、古号の局の墓がありますと。その古号の局の墓ですね、
行くことはできないんですが、残念ながら、高倉天皇の御捧ぎの傍らに、天皇の死後生涯にわたって菩提を打ってもらったといわれる皇后の壺の墓がありますということですね。庭にある大きな石からは型を広げたような形で市内が一望でき、その石がちょうど扇の要の位置に当たることから要石と呼ばれ、願いをかけると叶うと言われていますと。かつては法華三昧堂や宝塔などが並んでいたが、現在は菅原道真が梅梅樹から掘ったという本尊11面観音像を安置する本堂を残すのみだということですね。以上、そういった紹介です。こちらは本堂になります。そしてですね、こちらに昔語りという黒田さんですね、着想を得たのは帰国直後の京都旅行のことであったと。清水寺付近を散策していて高くて天皇の御捧げのほとりで聖観寺に立ち寄り、棚の僧が語った古豪の局の悲恋の物語を聞いた時、黒田は現実から離脱するような不思議な感動に襲われたといいます。この作品は聖観寺三門付近から描かれ1898年完成したが、作品は消失してしまったと。現在作品全体を知るにはこの下絵しかないということですね。昔語りというそういったことになってます。甲賀のつぼねが出家された時の様子ですね。が描かれてます。でこちらの本堂がですね、古豪の壺ね、古豪の剃髪の本堂ということになってます。でこちら要石ですね。こちら要石になってまして、市内が扇の形のように見渡せるということから要石になっています。でこちら古豪の壺根、1157年からに生まれられて亡くなった年がわからないということですね。高倉天皇に仕えた女房で、古豪殿ともいう、宝元2年1157年生まれて、治承元年1177年21歳の時ですね。高倉天皇の第一皇女典子内親の王母、高倉天皇との愛を権力者平清盛に引き裂かれたということになってます。古豪は聖観寺で出家してこの地で生涯を終えました。古豪の墓は高倉天皇の傍らにありますと。ちょっとこう知る由もないんですが、高倉天皇の御捧ぎの傍らにあるということですね。古豪は京が一望できる要石のあたりに立ち、宮中の日々を懐かしんでいたと伝えられていますということですね。こちらに予算の霊源
与謝野鉄幹の父西恩願寺の薬草歌人岡崎、岩政寺に住むと。明治27年愛宕郡田中村に移って29年9月に妻を亡くしてその冬、青函寺へ遠征したと。歌を3万首近くなんと3万首読んだと言われて伝えられていますと。墓は西大谷の墓所にあるということですね。まあ、こうその歌が刻まれていますということです。五号の桜、こちらそうですね、もう非常に立派な桜になっています。で要、扇の要ですね。京都の町が、まあ、一望じゃなくてこう扇の形のように見えています。願いあらば歩みを運べ青函寺、庭に誓いの要しありというふうになってます。青函寺釜発祥の地、青函寺釜っていうのがあったんですね。現在の京都市東山区青函寺山のあった小釜ですね。江戸時代に青函寺の僧宗伯が改称した宗伯は京焼きの師でもあったということですね。じゃあ要師、要の扇の要になっています。ちょっと境内ですね、一周してみたいと思います。ぐっと一周してみたいと思います。この上にはですね、おそらく檀家さんの墓が、墓地ですね。立ち入り禁止になってます。檀家さんの墓があるということで、立ち入り禁止、墓地立ち入り禁止、キープアウトになってます。墓地になってます。無縁仏塔系の、まあ、お地蔵さんですかね。映られてます。そうそうなんですね。成田山不動尊御分霊になってますね。こちらこつり金になってますね。青函寺茶室があったということですね。青函寺は茶室があったと過去にあったということで、格好亭、格好亭っていうんですかね。こちらが書類になってますが、釣りまでですがちょっとこう危ないので、多分おそらく、立ち入り禁止にされているような感じですね。こちらにこう書かれてますね。
政官自治室格好亭っていうんですかね、ちょっと読み方わからないです。政官寺は幕末に清水寺常住院住職の月照上人と西郷隆盛がしばしば勤皇の密議ですねをしたところで、安政5年1858年、袁紹が水戸藩の密使ちょっとわからないですね。で、幕府に狙われた時、ここで西郷と密かに都落ちの計画が茶室格好亭で行われたと。格好亭は鐘楼の情報にあったが、荒廃によって永世3年惜しくも解体されたということ。こちらの上にあったということですね。そちらに登れる入り口がありますが、そちらの入り口の方まで、あったということです。王政復興を願ってということですね。皇后の通坊根の五輪塔がおそらくこちらですね。皇后の通坊根のお墓はこちらの高倉天皇、第80代高倉天皇の後の聖寛寺の御捧の傍らに眠っているということですね。いやー、以上聖寛寺でした。あとですね、ちょっと下の方に降りてみたいと思います。こちらからはちょうどこう真正面に、六条天皇の聖寛寺の御捧が見えるんですが、その奥を見渡すことはできない。その奥にですね、第80代、高倉天皇と皇后の壺での、お墓があるということになってます。ただですね、こちらからはもう見る由もなく見られないということ。山の中腹あたりに、葬られているということになってます。2年前に来た時はですね、確かちょっとこちらっとわずかですが見れたような気がするんですが、今はもう危機が覆っていて見ることもできないようなそういう状態になってます。非常にですね、こう訪れる方が外国人の方が多いです。非常に多いです。次から次へ来られてます。六条天皇聖寛寺の御捧と高倉天皇の後の聖寛寺の御捧と皇后の壺根の、墓があるといった、そういった環境になっています。以上、第80代高倉天皇の後の聖寛寺の御捧でした。